おはようございます、みそぺこです。私がこの顔をしているということは、次の現場で決まりました。よいちょー。2023年もいっぱいね、たくさんの現場に出会えたらなと思って、今年もジャニオタとして頑張っていきたいと思います。次の現場はなんとカトゥーさんです。嬉しい。しかもね、福岡公演昼夜って入るから、亀梨くんの誕生日をその日一日お祝いできるから、私亀梨たんだから、すごくなんか幸せだなと思って、なんかあーラッキーって感じ。なんか私福岡しか今回申し込んでなかったんですよね。ちょっといろいろ他の会場に行くのがちょっと厳しいなと思って、なんかそれで行けないなと思ってたんで、カトゥーンの現場って私にとってもうなんか、私のジャニーズの最初の現場がカトゥーンだったので、そのカトゥーンってすごい思い入れがあるんですね。しかも今年は春コンなのに、その亀梨くんの誕生日が祝えるっていう嬉しさがすごい大きくて、で何が嬉しいかっていうと、その亀梨くんのオタクになって、まあ3年目にしてやっと行けるっていうのと、あと初日公演が当たったっていうのがすごくドキドキなんだよね。嬉しいなって思います。で今年も無事ツアーに行けるっていうことに安心もしてるし、まあね、行けなかった公演があるから、別グルーでね、それですごくなんか心の中がちょっと寂しいなっていう気持ちだったんだけど、でもカトゥーンさんが当たったのですごくハッピーハッピーな気持ちでいっぱいです。今回福岡なんで、どうしようかな。一日だけなんだよね、福岡が。どうしようかな。どうやって過ごそうかなって思ったんだけど、22日からちょっと、今回、ママと一緒に入るんだけど、その、ママと22日前乗りして、ご飯食べて、でして、ちょっと福岡満喫しよっかっていう話になったので、ちょっと福岡を満喫するのも視野に入れて楽しんでいきたいなと思います。でね、ありがたいことに今月から私在宅勤務になったので、すごく心にゆとりがある状態でいけるかなと思います。うん、体壊しちゃったので、まあゆっくり働きながらジャニオタもやっていきたいなと思います。で、もうこのメイク見てもらうと分かる通り、今回はピンクのメイクでしてみました。で、ファンタジアってことで、私の中ですごくキラキラってしたイメージなんだけど、どんな風な曲が来るのか、私まだアルバムの曲とか聞いてないから、まだアルバム発売前なんだよね、この動画撮ってる時って。だからどんな風な感じで来るのかなって思ってます。うん、でなんかいろいろね、ジャニオタの2023がこうやってまた始まったなと思って、まあ、今年の最初の現場は平成ジャンプだったんだけど、うん、平成ジャンプはお友達から譲ってもらったっていうこともあって、自名義が当たったのが今回カトゥーンからなので、またね、今年も私の名義さんには頑張ってもらいたいなと思います。うーん、なんかいろいろね、いや行きたいんだよコンサート、今年も楽しみにしてる。グッズさ、今年のさ、カトゥーンのグッズさ、すごいなんかおしゃれじゃなかった？めちゃくちゃおしゃれで、っていうかさ、ペンライトが武器じゃなくて、ペンライトが武器じゃなくてちゃんとペンライトなんだけどって思って、みんなそんな風に思わなかった？私だけ？なんかそんな風に思って、なんかもうやっぱりおしゃれだし、そのグッズがおしゃれだし、そのうちわも可愛いし、すごくいいなって思った。なんか個人的にはね、今回のツアーめちゃくちゃいい感じだなって思いました。うん、でまあ福岡なので、でなんかみんなに聞いたら、宮舘たんの子も佐久間たんの子も目黒たんの子もみんな昼夜福岡入るっていう話だったので、みんなで仲良く集まれるのがとても楽しみだなと思います。私本当にさ、友達に会えるっていうのが一番
嬉しいからさ、もちろん公園に入るっていうこともすごく楽しいことだし幸せなことだなって思うんだけど、そうやって同じ空間で友達と一緒にいれるっていうのが、同じ空間で同じものを共有できるっていうのがすごく私的には嬉しいものではあるのね。だからなんか今回そうやってみんなで入れるってなってめちゃくちゃ良かったなと思います。何よりね、ほんと亀ちゃんの誕生日公演に入れるっていうのが本当に個人的にめちゃくちゃ嬉しいです。はい、本当に嬉しい。私さ、バースデーを祝う公演であんまり入ったことなくて、ヤマピーかなんかが最後かなな気がする。うん、あんまり誕生日公演って入ったことないからどんな感じなんだろうって思う。なんかみんなからはこう誕生日祝ったんだよって聞くけど、その誕生日をどう祝うのかとかどういう風にするのかっていうのが私は全然わかんないから、すごくその面でも楽しみだなって思う。うん、今年はなんか自分の中で頭が回らない、こう自分の中でこうやりたいことをいっぱいやっていこうって思ってて、いろいろ研究したり考えたりとかしたいので、そういうことにも時間割きながらジャニオタをその無理なくやっていこうと思います。今年もね、福岡のコンサートはその行きたいグループはなるべく行くようにしたいなと思います。うん、そのためにもね、頑張って働かなきゃなって思うし、働いてそのジャニオタとしてそのめちゃくちゃ頑張っていきたいなと思う次第でございます。はい、なぜか胸を張ってしまった。そう、だからなんかコンサートが私にとってのモチベーションになっているから、これからもね頑張っていきたい次第ではある。うん、いやー、どうしよう。まださ、メイクやっと決まったからさ、こうなんかこれからいろいろ決めていくんだけど、服装が何にも決まってなくて、何着ていこうと思って、カトゥーン、お腹出していこうかな。お腹出せるかな、頑張ろう。ちょっと痩せようかな。なんか肋骨痛いんだけど。なんで？まあまあそんな感じで、コンサートはなんか無理なく楽しくやっていこうかなと思います。うん。でなんか、もうほんと服装決まってないから、なんかね、この間ね、あの友達に勧められた服装っていうのを、買った動画がまあ半年後ぐらいに上がるんだけど、半年後かな、まだ何ヶ月か後に上がるんだけど、その動画で買った服で参戦しようかなと思います。いかんせんね、私が服装がそのジャンルをあまり着ないもんだから、そうめちゃくちゃ緊張する。うん、でもまあ楽しくね、あのコンサート入っていこうと思いますので、よかったらね、カトゥーンのコンサートに入られる、そのカトゥーンのカメちゃんの誕生日公演に入れるハイフンの皆さん、よかったら仲良くしてくれると嬉しいです。私はどこの公演行くよとか教えてくれると嬉しいです。まあカトゥーンといえば横割りなんですけど、まあ横割り、うん、なんですけど、私はちょっと今年は横割りはお休みして、お休みというかそのまだその関東圏に行くのはちょっとまだこれがねないなって思ったので、もうちょっとしてから行きたいなと思います。でカトゥーンのファンのハイフンの皆さん、福岡公演でお会いできたら、よかったら声かけてくれると嬉しいです。仲良くしてください。ということで本日の動画ここまで、いかがだったでしょうか。まあね、カトゥーンのコンサートが始まるということで、とてもワクワクの気持ちでいっぱいでございますが、皆さん楽しいツアーにしていきましょう。ということで、みさぴこでした。またね。バイバーイ。